お、これまっすぐ行くと細い寒山寺にもつながってくるんだ。いや、それは行かないのよ。あ、書いてある通り。あ、そうか。ここに息子が行くと幽洞の町の中にぶつかっちゃって、で、まあ、ちょっとそれを頑張って抜けて、あの、来たよ、来たっていうか、なるほどね、向かっていけば、はい、確かに行けるよ。確かに行けるよね。でも、そりゃ行きづらい、行きづらいっていうか、この道通ってあんまり行く人は多分いない、いない、そうだね。うなぎ、うなぎ屋、そうですね。ミスター産業医のミスター先生は弁天島、小原さんも弁天島。みんな弁天島好きだね。でも皆さん、南海トラフ巨大地震来たら大丈夫？そこだけが大丈夫じゃない。弁天島って、結構なんか、小さいこう、エリアだから、そこが出身っていうと、違うね。あの、水田先生はそこ、マンション。ああ、そう、水田先生。だから、舞坂駅から近くにある。やっぱりあれじゃない、海のそばが良かったんじゃない。そう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 。だけど、南海トラフ巨大地震が来ると、どうかなと思うんだけど、すごく、あの、直線的にね、あの、目撃されちゃうから。そうね、津波が。津波が、そうですね。もう、あっち側だね、そうだね。見ますかね。Okay, hari ini kita mau menuju Garden Park.